近づくたびに胸が締め付けられるわ。行かなくてもいいんじゃぞ。過去に向き合えば大丈夫。それでもやらないと。これ以上苦しみたくないの。これでもかつては幸せな時期もあったわ。そして愚かにも平和が続くと信じてしまった。それが私の過ち。家族を守りたかっただけなのに。恥じることではない。結局守れなかったわ。セイズの印ね。警戒しましょう。なぜあの夜私が去ったかわかる？なんとなくな。あの男の本性に気づいたのよ。オーディンに守りの術をかけろと言われたの。私が自分の息子にかけ、息子を狂わせたあの術を。だから拒んだわ。彼は激怒して、手当たり次第に物を投げて部屋を破壊した。残ったのは冷え切った夫婦仲のみ。歩み寄ろうとしたけれど。耐えられるものなどおらんよ。
えてよかったじゃろう。道中で見かけた植物が気になっているんじゃが。ならずっと気にしておくことね。あなたに全て説明する義理はないわ。フレイヤ、わしゃ単に答えは出ている。そのようじゃな。見て、あそこよ。
刻印の矢は効かないわ。私がフーナー戻ってくるなんて刻印の矢は効かないわ。刻印の矢は効かないわ。見て、あそこへ。やっぱり、リーバーよ。左よ、クレイト。
神聖だった場所が人も寄りつかず荒れ果ててしまった。探し物がまだあるといいけれど。何か分かったか？閉じて。記憶が正しければ両方の松明を灯せば開くはずよ。これは神秘の炎、すぐに消えてしまう。両方の松明を同時に灯すのよ。真ん中から灯してみたら。
そこ。杯があるわ。金儀用か。和解を象徴する杯よ。目が回るほどこの愛の杯で飲んだわ。その夜フレイからの謝罪が欲しいとオーディンに言ったら、家族はオーディンだけで十分だと言われ、私はそれを信じたの。内容は？懇議の最中に書かれた私への非難文ね。ここからでは読めないわ。よく見える場所に戻りましょう。気分は？ダメね。痛みが増しただけ。これ以上一体何をすれば私を解放してくれるんだ。
あれは？あの日に戻ってやり直したいわ。不吉な兆しに気づいている。上に注意して。して、なんと。刻印の矢は効かないわ。
それはヒューリー家の紋章ね。真っ先に戦の犠牲になった一族よ。サークレットが前に魔物を倒さねば。前のものなのか。献身の象徴よ。オーディンは毎週新しいものを送ってくれた。もっと美しいものをと言って、でも術を教えるのを拒んだら途絶えたわ。私の民も贈り物をくれた。故郷を忘れぬように。でも息子を産んだ途端、それも途絶えたわ。ここからでは文字が読めそうにないわね。父
下に戻りましょう。壊せば楽になると思ったのに何も感じない。答えはサークレットにはないのだろう。そうね。歴戦の女神が扉の奥の者に怯えるなんて。内なる戦いは何よりも困難なものだ。だが我らがついている。行くぞ。ええ。あったわ。アースガルズの最後の合戦、あの男とあの剣を石に突き立てたのよ。懇儀のために作られた剣、団結の象徴よ。モールナ、モールナ。石が拒んでいる。モールナ。深い傷が強い絆を生む。あの男の誓いの言葉よ。悔しいけどその通りね。アースガルズとの絆はどうやっても切れないわ。息子との絆にバルキュリアも、あの世界はオーディンだけのものではない。私のものでもあるわ。あの男の呪縛は今日この場で断ち切った。この剣で私の物語を紡ぐ。もう過去は振り返らないわ。その方が剣も喜ぶじゃろう。
何が書かれておる。そしてまた次の戦いへ。今日お前は意義ある勝利を収めた。あなたが断りを入れるなんて。お前さんは命の恩人じゃ。それにわしのせいでお前さんは苦しむことになり、ひどい目に遭った。フレイヤ、本当にすまなかったな。和平のためにしたことよ。そうじゃが、だとしてもこんな思いは二度とさせん。お前さんの望みは何でも聞こう。一生分の借りじゃよ。優しい。鼻持ちならない知ったかぶりには変わりないけど。それだけは一生治らんじゃろうな。Go!
えられるのは過去ではなく今だけだと傲慢な男に言われた。その通り、友人を持つなんて久しぶりのことだ。たまには寡黙な神も私の相談に乗ってくれる。ああ、もちろんだ。私はあなたに勝てたわ。何？あの場にアトレウスがいなければね。かもな。なんなら今確かめてみる？やめておこう。そう言うと思った。あら、鎧を見つけたのね。おばちゃんが直してあげる。靴を見つけてくれたら嬉しいんだけど、これだってタダでやるんだし。ブロック、ルンダも世界を行き来できるということは、お前さんらは同じギルドにいたのか？かもな。それか酔っ払ってうっかりやり方を教えちまったかだ。さもなきゃ私が教えたのかも。下手な勘繰りはよすことね。ルンダ、お前さんの仲間の光と闇のエルフの夫婦はどうやってそのいい仲に？ビュグビルとベイラン、光か闇かは忘れたけど、二人はエルフたちに投獄されてたの。そこから一緒に脱走して以来、二人はずっとお互いを思い合ってるってわけ。闇と光が手を取り逃げるとは命がけじゃな。こういってもんはね、いつでも命がけ。食い物も熱々がうめえだろ。ルンダ、ビルゲルとは親しいのか？あんまり。無口な男だしね。でも聞いた話じゃ、昔はトラベラーの道を歩んでたけど、何かを知ったことで生き方を変えたんだとか。ガラリとね。何を知ったんじゃ？だね、その道を歩むことの末路でも知ったんじゃないの。それでどうでもよくなったとか。オーディンが全部裏で糸を引いてたのを知ってプッツンしちまったってとこだろうよ。あら、フレイヤ、お元気？ええ、まあ珍しく気が合いますわね。え、ああ、その、嬉しいわ。またね。ルン、おめえは昔から変わんねえな。じゃあお次は女神様か。どうだ、紋章だと？もらっとくぜ。誰かが保管しとかなきゃな。蛮神族の代わりによ。